ーパス。はい、ここを登録してね。はい、ファイト、頑張れ、ファイト、いいわ。あ、あれ見て、何か光ってる。ちょっと行ってみよう。洞窟の中がキラキラ光ってる。本当に不思議だ。ご主人様を連れてこよう。お、チョコ兄さん、何してるんです？あ、邪魔しないであっち行け。今忙しいんだ。お、じゃあ僕が手伝います。ああ、そんな、近寄るな。うわうわ、危ない。ジュンちゃん、早く助けて。うぅ、ちょっと待って。なんとか助かった。みんな大丈夫？もうおしまいだ。洞窟に閉じ込められた。お前たちに会うとろくなことがない。え？じゃあどうするの？わ、みんなこっち来て。あ、呆れた。こんな時によく遊べるな。ん？あ、水晶だ。チョコ兄さん、手伝います。よいしょ。これどういうこと？わかんない。ミュウミュウ、しっかりして。あの赤色は何だろう。熱いぞ。マグマ、マグマだ。もうおしまいだ。巨大なホットドッグになっちまう。うわ、そうだ、向こう岸に行けば安全なはずだ。おい、デビバース。アブラカダブラ、出てこい。はい、はい。飛び跳ねて渡っちゃおう。うわー、キキ最高。私が先に。よいしょ。うわ、着陸成功。チョコ兄さん、ありがとう。こんなはずじゃ。俺も成功。うわ、しまった。ムカつく。最悪だ。これでおしまいだ。どうしよう。どうしたらいいんだ。どうしよう。ご主人様、もう二度と会えません。助けてくれ。おい、助けてくれ。熱い。苦しい。お家に帰りたい。みんな落ち着いて。まずあっちに行ってみよう。他の出口があるかもしれない。そうだ、行ってみよう。これだけは持ってかなきゃ。あ、熱い。おい、浮かんでる。ミュウミュウも来てみて。うわ、
あ、私も渡れたわ。みんなこっちに来て。ここに出口がある。出口だって？ん？お？あんなに高いのに？まさか飛ぶつもりか？飛ぶですって？飛ぶ？だんそうか。飛んでいけばいいんだ。どうやって飛ぶって言うんだ。鳥にでもなるつもりか。やっ、飛びます。アブラカタブラ出てこい。はい。飛んだ。俺も一緒に行く。ああ、私も。はい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 。どうして下がっちゃうの？重すぎるみたい。みんな気をつけろ。重すぎる、どうしよう。重すぎる、どうしたらいいんだ。どうしたら。チョコ兄さん、水晶を捨てて。やっと手に入れたのに。熱い。助かった。私の水晶はどこだ。私の水晶。はい、ベビーバスのプライズ商品が登場するよ。全国のモーリーファンタジーとパロ、そしてモーリーオンライン限定で私たちの大きなぬいぐるみとフィンガーパペットが順次登場。クレーンゲームで遊んでゲットしてね。みんなお店で待ってるよ。わあ、わあ、わあ、アリさんの行列だ。どこに行くんだろう。チョコ兄さん家じゃないか。またお前か。僕は、これは何ですか。かっこいいな。お前に何がわかる。スーパー無敵の食べ。食べ？食べ、なんでもない。謎謎が一つある。いくら頭をひねってもなんだかわかるまい。何ですか、教えてよ。犬は犬でも吠えないし食べもしない。それはなんだ。これはわからないだろう。さあ家に帰ってゆっくり考えるんだな。あ、わかった。ホットドッグだね。ホットドッグ。うわあ、早く見てろ。わあ、とっても大きなホットドッグだ。おいしそう。痛いってば。早く食べ物製造機の電源を切れ。食べ物製造機だったのか。本当に不思議だね。不思議だなんて、早く電源切れ。はい。
特製ゼリーを注文しようと思ったのに。ゼリー。うわー、大変、おしまいだ。ジタバタするな、無駄だよ。じゃあどうしたら？製造機のスイッチを切らなきゃ。でも俺は、僕が何とかします。全部食べればいいでしょ。どけ、俺がやってみる。手が動く。じゃあ早く俺の体にくっついたチーズを剥がしてくれ。チーズ。いやあ。やあ、僕がメッセージを録音するからみんなに伝えてくれ。頼んだよ。チョコ兄さんちの食べ物製造機。あ、まだ終わってない。暑い、とっても暑い。キキキキキキ、来たよ。よかった。君たちがついに助けに来てくれた。食べ物製造機だ。あれはドーナツ、キャンディ、アイスクリーム、マカロン、コーヒー、チーズ。食べ物の名前を言っちゃった。ダメ。みんな気をつけて。これとってもまずい。私、綿菓子にする。ダメ。キキ、助けて。僕が切る。みんな閉じ込められちゃった。どうしたらいい？アリさんだ。キキ。くすぐったくすぐったいってば。みんな助かったんだね。アリさんが助けてくれたの。本当によかった。アリさんたち、ありがとう。ところでチョコ兄さんはどこ？午前中は全然売れなかったな。物を売るのは本当に大変だ。福のパパの食堂？ご飯でも食べるか。ただいま1対1の同点です。次の対決を続けます。クッキングコンテストだ。ミュウミュウもいる。ちょうどよかった。ミュウミュウが勝ったらいいな。審判、オーブンが故障しました。見てください、ケーキが丸焦げです。故障だって？オーブンはこれしかないのに、他の方法を探さないとジャンジャンの勝ちだ。ミュウミュウ、僕が手伝うよ。オーブン。不思議なオーブンだよ。どんな料理でもこれで3秒チンすれば美味しい料理に早変わりするんだ。で
も使い方がわからないわ。僕が教えてあげる。はい、はい。じゃじゃーん、おいしい雲の綿飴だよ。うわえい。うわあ、本当に美味しい綿飴だね。にゃんにゃん。それからこの丸焦げのケーキを3秒だけチンすると、3、2、1、じゃじゃーん。うわ、本当に不思議なオーブンだね。ただいまの結果は2対1でミュウミュウが勝ってるね。やった。次の料理は炒め物です。ジャンジャン選手は煙のせいで苦しそうです。ミュウミュウ選手はどんな様子でしょうか。息ができないよ。僕に任せて。フライパン。不思議なフライパンだよ。えい。はい。自動的に炒めて。はい。煙も出ない。だから料理を台無しにすることもないし、材料を少しだけ入れてもものすごくたくさんの料理ができるんだ。わあ、とっても美味しそうだね。本当に不思議なフライパンだ。ミュウミュウの勝ちだ。不思議な鍋もあるよ。なべ。お、今度は何だい。不思議な鍋です。3秒でスープができて自動的に配達まで。うわ、本当に美味しそうだ。大きな器でくれ。お、社長さんも美味しいスープをどうぞ。そんなに美味しいならもっと大きな器でくれ。うわ、うわ、ああ、素晴らしい。素晴らしい。本当に美味しい。ミュウミュウの勝ち。ただいま4対1でミュウミュウが勝ってます。ケーキもあるし、炒め物もあるし、スープもあるから、今度は新鮮なジュースを作りましょう。ジュース絞り器。違う違う。出口が下で入り口が上でなくちゃ。あ、もう一度組み立てなきゃ。時間がないわ。ん？よし、じゃあフルーツサラダにしよう。本当は果物をジュースにするんだけど、逆さまになってるからジュースを入れて果物の形にしよう。そんなことできるの？もちろんさ。社長さん、ミックスフルーツジュースをください。ビーン。わあ、じゃ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 ん。わあ、うん。わあ。わあ。ああ。わあ。うわ。ただいまの点数5対1。はい。本当に驚きだ。結果を発表します。
今日の優勝者は。そんなのおかしいよ。作ったのはミュウミュウじゃなくてキキだ。それにキキは参加者じゃないから優勝したことにならないよ。ジャンジャンが正しい。キキは参加者じゃないから優勝者にはなれない。ミュウミュウごめん、手伝おうと思ったのにかえって迷惑かけちゃって。大丈夫、優勝はできなかったけど不思議な調理道具のおかげで楽しかったわ。私に売ってくれない？本当？僕の初めてのお客さんだよ。うちの食堂にも1セットくれ。私も1セット。うわあ。お、俺が先だよ。キキの調理道具は全部俺が買うよ。わあ、売れた、全部売れたぞ。やったー、イエイ。お願い、いいねをしてね。おいえ、僕の方が早いぞ。前をよく見る、大丈夫かい？ちゃんちゃん、あれ見て。チョコ兄さんちの人参みたい。俺に任せて。チョコ兄さんに知らせよ。人参を植えたらご主人様が褒めてくれるぞ。チョコ兄さん、チョコ兄さん、チョコ兄さん、人参が逃げてくよ。何？人参が逃げるだって？まったく嘘も休み休み言え。人参に足が生えたっていうのか？俺の人参。どこ行った？よし。何か感じる。こっちに行ってみよう。ここにあるぞ。チョコ兄さん、見つけたよ。おこの中。何もないけど。おかしいな、確かにここなのに。音がしたんだ。どうして出てこないんだ。ちゃんちゃん、力を合わせて。こうすれば人参が頭を出したら葉っぱをつかむんだ。そしたら僕が根っこをつかむ。あそこだ。そうすれば絶対に逃げられない。そうさ。そしたらチョコ兄さんが。あれ、チョコ兄さんは？人参があそこに。あー、糸電話が故障した。今度こそ捕まえてやる。チョコ兄さん、静かにしろ。俺の足。ごめん。小さい声で。俺の捕まえろ。お前のせいだ。こうなったのは。チョコ兄さん、ジャンジャンはね。お前も同じだ。お前に会うとろくなことがない。チョコ兄さん、チョコ兄さん、あそこを見て、人参が畑の方に行くよ。早く行ってみよう。今度こそ絶対に逃がさないぞ。何かいい方法がある？今考えてるとこだ。いい方法がある。待て。気をつけろ。じゃんじゃん、ここだ、ここ。動くな。
うわっ、ああ、俺の畑が、ああ、じっとしてろ。やった。なんだピピか。やっぱり人参が歩くわけないか。俺の人参を返せ。僕のだよ。なんで人の人参を返せって言うの。嘘つくな。これは俺が植えた人参だ。よく見てよ。僕のは細長い。兄さんのは丸いじゃないか。あ、本当だ。お？はん。いい。あ、それは。うん。お？やばい、逃げろ。じゃあさよなら。チョコ、肥料買ってきたぞ。人参大きくなったか？お？なんだこりゃ。お客さんが一人もいないわ。うみゆみゆ、服とピピとおもちゃ買いに来たよ。ほんと？みんないらっしゃい。さあ見ていらっしゃい。 おもちゃ屋がオープンしたよ。最新のおもちゃがいっぱいだよ。最新のおもちゃだって、ちょっと行ってくる。わあ、かっこいいおもちゃがいっぱい。ははは、いらっしゃい。見るだけでもこの飴をあげるよ。うわあ、飴。飴には目がないんだ。俺にもちょうだい。あ、ダメ。みんな行っちゃった。おじさん、服におもちゃを買ってあげて。うちには親子で楽しめるおもちゃがありますよ。家族みんなで楽しめるおもちゃだって？ちょっと行ってみよう。服もいたね。気に入ったおもちゃはあったかい？声ばっかり大きくて、こっちにも考えがあるぞ。ミュミュ、電話機と懐中電灯貸して。はい、これ。はい。じゃじゃーん。このマイクを使えば僕の声がもっと大きいはずさ。うわー、すごい。さあ、いらっしゃいませ。おもちゃが無料ですよ。おもちゃが無料だって。あ、ダメ、行かないで。おもちゃがいっぱいだ。俺のお客を全部取るつもりか。そうはさせるか。じゃ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 んじゃじゃん。さあさあ、皆さんこっちを見て。最高にかっこいい最新のスマートトイですよ。うわ、とってもかっこいい。スマートトイだって。負けるもんか。へいへい。さあ、ダメだよ。お客を全部取られちゃった。最後の手しかない。さあ、ゲーム機だ。これ最高なんだ。バスケゴールか。あ、
いい考えがある。えい、あは、実力を見せてやる。はい。あふ。はい。うわ。はい。ゲームオーバー。うわ。え、あ。うわ、どうやるの？教えてよ。うん？こりゃなんだ？これはスーパー無敵体験プロジェクターよ。うわぁ、おほほほ、押さないで、並んでください。おもちゃはいらないよ、俺はマイクを買うよ。スピーカーは僕が買うよ。プロジェクターは私に売ってくれ。おもちゃは買わないんですか？うちのおもちゃを全部あげるから、プロジェクターを売ってくれないかな。うん、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 あ、はい。